キロ道なりです。はい、今は、2022年の9月の24日です。3連休中日ですね。私はですね、まあ、ドライブするなら基本的にやっぱり一人がいいですね。まあ、理由として、まあ、ただ単に運転に集中できないからですかね。うん、初めて通る道とかだと、かなりですね、脳のリソースを使うんで、こうやってね、ナビの音声聞いたり、で、あとまあ昼間ならね、まだいいんですけど、まあ夜とかになるとね、結構その、まあ視界も悪いから、まあ、なんていうか緊張感も増すんですよね。緊張感を増す中で、誰かと話しながらね、運転するってね、まあこれ結構難しいと思うんですよね、正直。はい、私だけじゃないと思うんですけど、ちょっと雨降ってきちゃいましたね。右方向です。ただまあ、一般的にこう運転してて、で助手席に乗ってるパターンだと、なんかこう助手席に乗るの、まあ、寝ちゃうの悪いからで話しかけるとか、まあ、よく言われるじゃないですか。いやー、私はですね、いやちょっとそれはもう逆に、いやそれは超ありがた迷惑ってやつで、まあちょっとまあ黙っててくださいなって感じですね。私はこういうところとかもう脳のリソースめっちゃ使う。本当におよそ300メートル先右方向です。